今日から使える簡単血糖データ、血糖データ備忘録、血糖データフォーカス推奨馬大発表のお時間がやってまいりました。今回は10月2日日曜日に行われるレースの中から G1 スプリンターズステークスを含む合計6つのレースを厳選勝負レースとしてピックアップして推奨馬をお届けしていきます。土曜日は推奨馬がなかなか勝ちきれない結果に終わってしまいましたので、その反省も踏まえてですね、今回合計6レースを厳選勝負レースといつもよりちょっと多めにピックアップしてお届けしていきますので、ぜひ最後までお付き合いください。はい、それではまず土曜日の推奨馬の結果について振り返っておきます。4頭挙げさせていただきまして、4頭中2頭が馬券圏内には走ってくれたんですが、それでも3着2着とちょっと勝ちきれない状況でした。中山のですね、芝のちょっとトラックバイアスを完全に読み違えたかなといった形で、中山の2レースに関しては2頭とも推奨馬が馬券圏外に沈む形となってしまいました。ちょっとこのあたりしっかり反省を踏まえてですね、日曜日推奨をお届けしていきたいと思います。はい、続きましてはメンバーシップ開設以降の重賞に限定した推奨馬の成績について触れさせていただきます。7月24日メンバーシップ開設以降の重賞に限定した推奨馬の成績ご覧いただいております。推奨馬が馬券圏内に来る確率は 45%、単勝回収率が 249% と、かなりいい成績が重賞ではキープできているのかなと思います。最初の頃ちょっとかなり好成績でしたので、それに引っ張られて成績は良くなっているんですけども、ちょっと最近なかなか貢献できていない時期が続いていますので、なんとかこの数字、成績上積みできるようにスプリンターズステークスしっかり、推奨馬上げていきますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは、前置きが少し長くなってしまったんですが、10月2日日曜日の厳選勝負レースは以下の通りです。中京8レース、中山9レース、中京11レース、中山11レース、スプリンターズステークス、中京12レース、中山12レースといつもより多めにお届けしていきます。なおですね、中京11レースポートアイランドステークスと中山11レーススプリンターズステークスについてはメンバーシップ限定での配信となります。中山12レース、中山の最終レースについては、無料でノートの方で限定で、公開をさせていただいておりますので、概要欄のリンクから、ぜひノートの記事をご確認ください。合計6つのレースをピックアップして本日は推奨馬をお届けしていきます。はい、それでは推奨馬の発表に移っていきます。まずは中京8レースですね。芝の 1400m で行われる3歳以上1勝クラスのレースです。こちらのレースで推奨させていただきますのは2枠3番のシュライエンですね。このシュライエン、オルフェーブル産駒なんですけども、この、レースが行われる中京芝 1400m オルフェーブル産駒、めちゃくちゃ高い好走率をマークしています。しかもこのシュライエンですね、2走前3走前でそれぞれ、新潟の芝 1400m、 中京の芝 1400m、 このクラスのレースで2着2着と、2着を2連発しているということでですね、このクラスでも、上位の存在ということは明らかな感じかなと思っています。前走に関しては小倉の芝 1200m だったんですけども、ちょっと距離が短かった様子で、オルフェーブル産駒この小倉芝 1200m 全然成績振るわないコースですので、その苦手としてしている条件から今回得意としているコースに変わってくることでパフォーマンスアップがかなり見込めるんじゃないかなと思っています。得意の左回りの 1400m ということですし、この中間、休み明けにはなるんですけども、販路でベストタイムをマークしているように、コンディションは良さそうな状態かなと思っています。前走短かった距離から今回得意コースに、好相性のコースに条件代わりしてくるということで、状態も良さそうなので、今回このシュライエンに期待してみたいと思っております。はい、それではどんどん行きます。続いては、中山9レースですね。中山9レースのサフラン賞ですね。2歳の1勝クラスのレースです。牝馬限定戦ですね。こちらのレースで推奨させていただきますのは、3枠3番のサラサハウプリティですね。
このサラサハウプリティですね、前走、札幌芝 1500m で勝利を、新馬勝ちをしている、ドレフォンサンクなんですけども、ご覧いただいてます通り、ドレフォンサンクの牝馬ですね、札幌芝 1500m 全くちょっと成績振るわないコースとなっていまして、このサラサハウプリティの新馬勝ちが唯一の、馬券圏内に走った、ような成績となっています。そこからですね、今回中山芝 1600m に変わってくるわけなんですけども、今回は逆にドレフォンサンクの牝馬めちゃくちゃ好成績叩き出しているコースですので、さらに、パフォーマンスアップが見込めるんじゃないかなと思っています。そんな前走の新馬戦なんですけども、結構、ラップが優秀で、新馬戦にしては珍しく前傾ラップでですね、その前傾ラップをしっかり先行して押し切ったのは、かなり人気薄だったんですけども、フロックではない、レースラップだったかなと思っています。さらにこの、中間ですね、追い切りもしっかり叩かれてまして、最終追い切りで半路でベストタイムをマークしてますので、新馬戦叩かれてさらに、コンディションがアップしているんじゃないかなと思います。前走ドレフォンサンクがですね、低成績となっているコースで新馬勝ちをしましたし、今回、さらに高成績のコースに条件代わりするということでパフォーマンスアップ見込めるんじゃないかなと思っています。動画撮ってる時点で現在8頭中6番人気と、かなり人気薄となっているんですが、この成績データを信じてですね、推奨馬とさせていただきます。はい、続いてピックアップさせていただきますのは中距12レースですね、3歳以上2勝クラスのレースです。ダート 1400m で行われる3歳以上2勝クラスのレースとなっています。こちらのレースで推奨させていただきますのは8枠16番のカセノダンサーですね。このカセノダンサー、ヘニーヒューズ3区なんですけども、ヘニーヒューズ3区この中京ダート 1400m8 枠に入った時なんと勝率 33.3% と、ヘニーヒューズ3区ですね、結構どこのコースでも、外枠の時に成績が上がる傾向が強いんですけども、この中京ダート 1400m でも8枠の際にですね、かなり高い勝率をマークしていますので、今回一番大外枠ということで、期待できるんじゃないかなと思っています。前走ですね、1600m のレースで、3着と、惜しい競馬をしているんですけども、1600m のレース出たのが、この馬前走が初めてでしたし、前姉ですね、全く同じ血統を持っている、サダムスキャットという馬がお姉ちゃんがいるんですけども、この馬はですね、サダムスキャットはダートの 1200m から 1400m でかなり活躍をしている馬ですね、ダートで全4勝を挙げている馬なんですけども、そういった血統背景からも前走 1600m 少し長かったんじゃないかなと思っています。このカセノダンサーも、この中間ですね、追い切りで、半路ベストタイムもマークしていますし、ちょっと3ヶ月半ぶりのレースにはなるんですけども、しっかり走れるコンディションかなと思っています。新馬勝ちをしている馬ですし、休み明けしっかり走った実績もあるので、むしろこの休み明けはプラスなんじゃないかなという面もあるかと思います。前走は距離が少し長かった模様ですし、今回好条件で、距離短縮での出走ということで絶好の買い時かなと思いますので、8枠16番、大外枠に入りましたこのカセノダンサーを推奨馬とさせていただきます。はい、それではここからは、中京中山両競馬場のメインレースの推奨馬に移っていきます。まずは中京11レースポートアイランドステークスですね、芝 1600m で行われるリステッド競争になっています。このレースで推奨させていただきますのは、はい、それではここからはメンバーシップ登録者様限定配信の内容になります。続きが気になる方はメンバーシップに登録していただきまして、メンバー限定配信の動画完全版をご視聴ください。これ以降は、G1 スプリンターズステークスと、中京11レース中京のメインレースポートアイランドステークスの推奨馬をお届けしております。なお中山12レースの推奨馬に関しては、ノートの記事にて、限定公開をさせていただいております。無料で公開をしておりますので、概要欄のリンクからぜひご確認ください。はい、ということでいつもより、今回多めに推奨馬をお届けをさせていただいたわけなんですけども、毎週毎週こうやって血統データを元にした推奨馬、上げさせていただきますし、平日に関してはですね、レースの予想に役立つようなデータ分析動画を積極的に上げていきます。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録していただきまして、普段の、データ分析の動画、週末の、レース予想の動画ですね、お楽しみにしていただければと思っております。
ぜひですね、メンバーシップに登録していただきまして、スプリンターズステークス、ポートアイランドステークスの推奨馬もご覧いただければと思っております。また何度も申し上げましている通り、ノートの方でも限定掲載で、中山12レースの推奨馬を、無料で公開しておりますので、ぜひそちらの方も、ご確認ください。ノート、ツイッターのフォローも合わせてお願いいたします。はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。久々の G1 スプリンターズステークス含め、日曜日のレース一緒に楽しんでいきましょう。